今回はエルサレム攻撃戦を解説しますね。66年から73年のユダヤ戦争の最中、70年4月14日にティトゥスの率いるローマ軍は熱狂的なユダヤ民族主義者が支配するエルサレムを攻撃します。エルサレムは何重にも城壁を巡らし防備を固めていました。ローマ軍は北と西の手薄な外壁を破り、続いて巨大な攻城塔で内側の城壁を攻撃しました。エルサレムの守備隊が偽りの降伏を申し出て四北部と神殿がある地域に引き上げると、ティトゥスは攻撃を中止してローマ軍がすでに誰もいない地域を囲む城壁を壊すのを待ちます。その後ティトゥスは戦力を整備して市街全体を包む巨大な包囲壁を築かせ兵糧攻めにします。少数のユダヤ人は降伏しましたが、大半は奴隷になるか死ぬかの選択を迫られて一層激しく戦いました。一夜のうちに500人近いユダヤ人が捕らえられることも多く、壁の中から見えるところで卓刑にされました。さらにティトゥスは神殿を守るアントニア砦のダッシュに部隊を集中させ、昼夜を問わず多重槌を打ち込んで城壁を破ります。ユダヤ民族主義者たちは要塞化した神殿に立てこもって抵抗しましたが、ついにローマ軍は門を焼いて中に入ります。図らずも火は神殿まで燃え広がり、ローマ軍は建物ごと占拠してその財宝を略奪しました。この時に焼け残った神殿の壁の一部が現代ユダヤ人の聖地である嘆きの壁となります。8月末に神殿は完全に倒壊しましたが、包囲は終わりませんでした。守備隊が四北部を守っていたからです。和平交渉が失敗に終わると、ローマ軍はフランシュタインにうずもれたシナンブに焼き打ちをかけます。続いてシナンブを攻撃しましたが、城壁を破壊してみると死者しかいませんでした。ローマ軍はエルサレムの残りの部分を焼いて住民を捕虜にしました。エルサレムをローマ軍が完全に制圧したのは9月7日のことでした。捕虜になったユダヤ人は処刑され、あるいは奴隷にされてティトゥスの凱旋行列とともにローマに連行されました。一部のユダヤ人はマサダ砦に逃れ73年まで戦い続けます。今回の解説は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。